高は、日本の男性歌手、ミュージシャン、ロックバンドワンオークロックのボーカル、本名及び、旧名義は、森内隆弘、東京都出身、小東幼稚園、慶応義塾幼稚舎、慶応義塾湘南藤沢中等部を経て、慶応義塾湘南藤沢高等部中隊、個人事務所1969所属、歌手の森新一と、同じく歌手の森雅子の長男である、 弟は、ロックバンドマイファーストストーリーのヒロ。元ジャニーズ事務所、アミューズ所属。ニュースの元メンバーでもある。1995年、2001年、2003年、2004年、2005年、2006年、2015年、10月22日家の中に常に、父親の楽曲が流れている環境で育った。小学校6年間と、中学1年の1学期まで地元のサッカーチームに入っていた。 中学でもサッカー部に在籍したが、レベルが激変したことにショックを受けたい部。また喉の保全に万全を期していた父親に、辞めさせられたとの発言もある。レッスンは、週1回土曜日のみ参加、授業に、差し障りがあったら辞めさせるという父親からの、条件付き。ニュース結成メンバーに選抜されるが、3ヶ月後、学業に宣言するとの理由で活動を休止、間もなく、 自主対処する。またこの時期、共通の友人と共に、ライズの金子のブキと食事をする機会があり、ライブに誘われる。後日、ライブハウスで、初めてライズのライブを見て感動、ロックに目覚め、バンドをやりたいという思いが生まれる。2005年から2010年高校を1年で中退後、父親から感動されて、自活を始め、青山の飲食店で、厨房周りのアルバイトをしながら、 大阪に定期的に通って音楽学校でギターやパソコンを習う。同時に SFC 時代の友人二人とエレクトーン、クリアギターボーカルの三人編成のバンド、コムを組み、マルーン5のカバーなど R&B やバラード曲中心のライブ活動を始める。そのライブをワンオクロックを組んだばかりのトールが共通の友人を返して身に訪れ。 タカの声と歌唱力に衝撃を受け、その場でボーカルに勧誘。日に何度も届くメールのほか、次のライブにもバイト先にも現れるトールの熱意に押し切られる形で承諾。そして練習に参加、自分が本来求めていたバンド像に近いものを感じ、スタジオに通うようになる。やがて並行していたすべての音楽活動を終わらせ、ワンオークロックにかける決意を固める。 2007年4月のメジャーデビューから、丸2年後の2009年4月、アレックスが脱退。それに伴う活動休止を経て、残った4人で活動を再開した、翌年の2010年、結成5年目に武道館公演を観光。応援してくれていた母親はもちろん、衝突の多かった父親も招待し、両親への謝罪と感謝の気持ちをストレートに歌った、ノーバディーズホームを演奏した。 2011年から2015年2012年のアジア3都市を皮切りに2013年にはヨーロッパアジアツアー2014年には北米のワールドツアー14に参加北米から南米ヨーロッパは前年の4カ国から10カ国へとロシアまで範囲を広げ大型バスに寝泊まり四国から国へ移動して10日に9本ペースのライブをこなすツアーを観光した 大型バスの内装を英語で紹介するという動画を YouTube で公開したが、電子レンジや歯磨き粉の英単語がわからなかった。同動画内でおやつ棚にあったスルメを紹介する場面があったが、スメルズ・ライク・シットと酷評した。また2013年から海外レコーディングの準備を始め、自ら何度も渡米して何人ものプロデューサーにコンタクトを取り話を聞いた。2014年は、 メンバー全員で渡米し、レコーディングに3ヶ月を費やし、ワールドツアー、横浜スタジアムにレイズ公演を挟んで、さらに秋に、また渡米して、数曲取った。こうして、結成10年目の2015年2月、全曲 US 録音のセブンスアルバム、35XXXV をリリース。オリコン週間チャートで CD としては、初の1位を、 ワールドミュージックアワーズで初登場4位を記録した。2016年以降の活動はワンオクロックの項目に詳しく記載。2018年森内貴弘に関するカテゴリー。ありがとうございます。